前回紹介したこちらのトミックス205系京阪神観光線に隠しパーツを実際に取り付けていきたいと思います。難しいと噂されているのでうまくいくかかなり不安ですね。かなり細かい作業になると思うので映像が見づらい場所も多々あると思いますが、そこはあらかじめご了承ください。今回使う TN カプラーは0336密連型 TN カプラー黒です。こちらはもう誰もが知っている一般的なボディマウント式 TN カプラーです。これに隠しパーツを取り付けた上で車体に取り付けるということですね。それでは早速やってみましょう。それではこちらのクハ205に取り付けていきます。まずは車体と床下を分解します。前回言うの忘れてましたが、ここのガラスパーツの一部につま面貫通扉用のガラスパーツが付いています。これも隠しパーツの一つですね。ただつま面のガラスパーツはそんな目立たないと思うので今回はこちらは取り付けません。そして床下から床下機器が付いている板を外します。この辺はマイナスドライバーかなんかで取り外しますね。そしてこのパーツを取り外せば中から隠しパーツが出てきます。見るからに細かくて今からビクビクしてますが、こちらを取り付けていきたいと思います。今回使うのは配管パーツ1組とジャンパ線1組、そして細長いパーツの長い方、あとはここにあるコの字の謎のパーツ、こちらの4種類を使って工作していきます。今回の加工は一応公式のパーツを使っているとはいえ、説明書やホームページなどに一切書かれていないパーツを取り付けていくので、やられる方は自己責任でお願いします。いやできるか不安だけどとりあえずやってみます。まずはパーツを折らないようにカッターなどでランナーから取っていきます。もうこの時点でかなり細かいですね。とりあえずこの辺のパーツを全て切り出しました。もうこの1両だけでかなり心が折れそうなぐらい細かいですね。これ大丈夫かな。それでは続いて TN カプラーに加工していきます。まずは TN カプラーについているコの字のパーツを取り外します。よいしょ。はい、こんな感じで連結器のこっち側だけになりました。そしてこの TN カプラーの下側にこの出っ張りがあるんですが、出っ張りの部分に謎の細長いパーツをこのように差し込むらしいんですが、これ差し込める？このように一応差し込むことはできるんですが、相当緩いのでこれは接着しないとダメですね。あーどっか行っちゃった。ということでこの出っ張りの部分にゴム系接着剤を少量つけてからこの部品をはめるんですが、これが難しすぎる。はい、このような感じでとりあえずこの部品は取り付けることができました。これがジャンパ線の土台になるわけですね。なるほど。今このジャンパ線をここに入れようとしたんですが、ここの穴が小さすぎてジャンパ線が入んないっていう事態が発生しました。なのでこれピンバイスでここの穴を広げないとダメですね。いやこれしんどいわ。 0.6mm のドリルで穴を広げてジャンパ線を接着しました。一応ここまで来るとだいぶ形にはなりましたが、これ慣れないと相当きついですね。続いてはこの配管パーツを取り付けていきますが、205系の場合は真ん中の辺の配管パーツはいらないらしいですね。なのでそこの部分をカットしていきます。はい、このような感じでこの真ん中の部分を切り取りました。こうすることでかなり強度が弱まるので、これもかなり取り扱いに注意ですね。そして先ほどの配管のパーツは片側にしか取り付けないんですが、配管のようなものがある方側の後ろ側の TN カプラーに取り付けるようです。もはや意味が分かんないですよね。なので TN カプラーのこちら側にこのパーツを取り付けるようですが、これも接着剤が多分ないと無理なので接着していきます。ということでここにパーツを取り付けましたが、もはやこれ取り付けてもあんまり違いが分かんないぐらい細かいですね。とりあえずこれで隠しパーツは全て取り付け終わりました。確かに精密感は上がる気はしますが、それの代わりに労力がすごい。僕みたいなそんなに加工しないタイプの人にとってはかなりきついです。ただこの加工は全ての連結面ではなく、このパーツを取り付けた相方にはしなくていいので、7両編成の京阪神観光線の場合は6箇所にこの加工をする必要があるということですね。そして相方の連結器にも先ほどの配管パーツを接着していきます。相方の TN カプラーにも配管を取り付けたので、これで1組がやっと完成です。
いやまだこれ一組なんですが30分ぐらいかかったので、次から慣れるとはいえあと5箇所やるのは結構きついですね。あとは普通に TN カプラーを取り付ける順序で台車を外して取り付けていきます。さようならアーノルドカプラー。そして先ほど取り付けた部品が外れないようにゆっくり TN カプラーを取り付けていきます。ここで外れたらマジで心折れるわ。よし、 TN カプラーつけました。あとは車体を戻します。はい、ということで作業時間40分かかってやっと1箇所完成しました。まあ確かに精密感は上がった気がしますが、正直言って労力の割に目立たない感じもしますが、そこはあんまり触れないようにします。先ほどの映像から4日経ってやっと TN カプラーと隠しパーツを全て取り付け終わりました。いや取り付けは大変でしたが結構達成感はありますね。なんかさっき取り付けてもあまり目立たないから意味ないとか言ってたんですが、やっぱりアーノルドカプラーの時や TN カプラーをポン付けした時とはかなり印象が違ったように思います。本当に今回一番大変だった作業が一両一両床下を分解して切り取りづらい部分にあるパーツを取るのが一番大変でしたね。僕はもう最初に全車両のパーツを切り取って100均の仕切り付きケースみたいなやつにパーツを分けて組み立てたんですが、正直組み立ての部分は慣れれば意外と簡単でしたね。本末転倒なこと言いますが、普通にランナーパーツで入れてほしいっていうのが本音ですね。それでは最後に走らせてみて終わりたいと思います。連結部分に注目してご覧ください。ということで今回はトミックス205系京阪神観光線に TN カプラーと隠しパーツを取り付けてみました。動画の最初の方は慣れてなくてイライラしながらやってたんですが、慣れれば結構サクサクできるし車両の印象も変わって達成感もあるので、この205系を持っている方にはおすすめしたい加工だと思いました。
よければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。